いいねいいね、盛り上がってきたぜ。いってらっしゃい。大丈夫大丈夫、大体さ、妖魔なんているわけないって。そうっすよね、うちはお化けも幽霊も信じないタイプっすから。Thank you.
この野郎。バカ、落ち着きな。様子が変だ。巫女を三人貸してくれんか。いないっす。どこ見てもいないぜ。ということは、そうっすね。ああ、そういうことだな。名前をなんて言うの？うちらあなたのこと何にも知らないっすよ。せめて名前だけでも教えて。約束するよ。必
ず神楽になってみせる。次にやることは決まったな。それができなきゃ私がスタルモンね。さて、まずは残っている忍びから片付けるとするか。そうっすね、きっちり倒して成仏させてあげるっす。お姉ちゃんたち早速集まってきたわよ。妖魔が攻めてきたって大丈夫ってぐらいの強さを見せないと、みんなあの世で安心できないだろうしね。何よりも私はあの子に会いたい。そのためには勝ち続けないとな。あの子に会ったらどうするっす？またかくれんぼでもするっすか？はあ、もうそんな年じゃないでしょ。じゃあ何をするっすか？それは殿下お姉ちゃんよろしく。え、私あんまりいいのが思いつかないぜ。花火よろしく。え、うちっすか？そうっすね。花火お姉ちゃんに振るのよ。ちょっと待て、花火やっぱり考えなくていい。ダメっすよ、二人が思いつかないならうちがひらめかないと。あの子に失礼っす。まずいって。どう来た。消火の必要はないっす。この燃えに燃えた状態で戦うっす。まあそれならそれでいいけど。二人ともおしゃべりは終わりだ。さあ行くぜ。Yeah!
を成仏させたんじゃないっすか。カハル、どうした。みんな満足した顔だったね。ああ、そうだったな。うちらなら妖魔退治も任せて安心って思ってくれたんすよ。花火お姉ちゃんは本当のんきなんだから。どういうことっすか。あの人たちの大きな期待に私たちはしっかり応えなきゃいけないんだよ。そんなの分かってるっす。だから期待に応えて神楽になればいいんすよ。プレッシャーを感じない人はいいわね。とにかくこれからが本番だぜ。ヤグラの数も残りわずかになって、忍び学生と抜け人も本気になるはず。巫女である私たちが勝つためには命がけで行くしかない。二人とも覚悟はいいか。もちろんすよ。ドッカーンって行くっすから。私たちに倒されて成仏していった人たちの思いを考えたら、それに応えなきゃ私がスタルってもよ。よし、じゃあ私も気合を入れてっと。それじゃ行くぞ。この私が遅れを取っちまうとは。もっと盛り上がっていこうぜ。こいつならもっと盛り上げられそうだね。